13時5分駐車場に着きました。駐車場は店から少し離れた場所にあります。この空き地に車を止めて店に確認に行こうと思ったところ、駐車場を発見しました。大きな看板があったのですが、気づかずに数分間この辺りを車で回っていました。最寄り駅は太田郷駅で徒歩2分になります。本日訪れたのは赤坂とん平です。とん平というくらいなのでとんかつがメインの店です。でも刺身などもあるようです。メンチカツが数量限定メニューのようです。店構えから老舗って感じがします。1名だと告げるとカウンターではなく奥のテーブル席に案内されました。カウンターが3席、テーブル2つ、小上がりにテーブルが3つあるようです。定食メニューです。ロースカツ定食1500円を注文しました。ちょっと高級な感じがして味が期待できます。注文後すぐに小鉢とソースが届きました。その10分程度後にロースカツ定食が届きました。ロースカツ定食です。なかなか肉厚です。いただきます。さすがに柔らかく臭みもなく美味しいです。ただ画像でもわかるように肉から衣はすぐに剥がれます。味的には変わらないのだとは思いますが、気分的には少しマイナスです。気のせいかもしれませんが少し水っぽさも感じます。でも私が一番気になったのは、店にいる間油で揚げる音が全くしないことです。カメラをずっと録画状態にしているとたまに熱暴走で録画が停止になることがあります。その対策で料理を待っている間は電源を落としています。その間揚げたり焼いたりする音で自分の料理が出来上がる時間を予測して電源を入れるタイミングを測っています。今回その音がしなかったのでちょっと気になりました。もしかしてノンフライヤーで揚げているとさえ思いました。すでに揚げて冷凍したものをノンフライヤーで揚げ直したのなら衣が剥げやすかったり少し水っぽかった理由が理解できますと思ったのは、いつも私はスーパーで半額で購入した惣菜のとんかつを冷凍保存していて、ノンフライヤーで解凍と揚げ直しして食べているからです。なおこれは私の勝手な想像です。実際はどうなのかわかりません。
またまずいのではなく、肉はおそらくいいものを使用しているので柔らかいし美味しいです。揚げ物を食べた後の口直しのオレンジはありがたいですね。ここでもプレミアム商品券を使用しました。ごちそうさまでした。この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価をお願いします。